緒にする。毎日だよ。めっちゃいいゴールしてる。やっぱアラームが鳴る前に起きるとスッキリでしょ。めっちゃいい、やばい。今日一番キュンキュンしたかもしれない。うん。超お腹すいた。超お腹すいた。超眠い。超お腹すいた。超眠い。僕たちが。超眠い。恋愛シミュレーション対決。今回も彼女役は山之内がさせていただいて、この男性豚お二方にということで、1つ目のテーマが彼女を傷つけずに別れる方法ということで、彼氏が別れたいんだね。そう、彼氏が別れたい。まあ別れること自体傷つくけど間違いない。いや本当に毎回難しいね。なんかすごい難しそうね。今日どうした？何の話？大事な話ある言うから。いや飛んできたんやけど。どこから飛んできてくれたの？神戸。神戸か。そうでしょ。うん、飛んできちゃった。やっぱ大事な話があるとやっぱ来るよね。来るよね。こういうところでも来るよね。俺さ、実はちょっと帰省しなきゃいけなくなっちゃって。どこに？割と結構ニュージーランド系のニュージーランド系の海外行ってちょっとごまかし割とね。だからまあ俺遠距離恋愛もいいなと思うんだけど、まあ正直現実的なこと言うとよ、こんな呼び方してごめんなんだけど、多分遠距離になっちゃうとお互いいい人やっぱ見つけられると思うんだよね。別に別にだからもし俺らがもし結ばれるのであれば多分いずれかまた出会えると思うからね。何それ。で海外行っていろいろその仕事の方とか優先したいし、結構一回夢だから。それがでもそれはもう遠回しに遠回しに言って別れたいってこと？別れるじゃない、別れるじゃない、一旦離れる、一旦距離を置く的な。でもその時にもしお互いいい人が見つかったらその人でいいんじゃない？それ多分イコール別れるってことなんやけど、それとは違う。だから肯定だよ、それが。それまでのまあまあ一言で片付けちゃえば別れるっていうふうになっちゃう。うわうざいね。一言で片付けちゃえば。他に別れたい理由があるとかじゃなくて？うん、それはないな。ないけど距離。ただ前まで俺はやっぱすずと一緒にいて、遠距離でも付き合いたいっていうふうに思ってたと思うんだよ。多分1年前まではね。今自然にこう仕事のこと優先するとやっぱすずより仕事の方が大きくなっちゃう。心のどっかでやっぱ仕事の方が優先っていうのはやっぱあるかもしれないな。余裕がないから、ちょっと男としてちょっと失格だけど。格？言い方よ。それはね。それは。そうか、じゃあ別れたいんだ。結構今も眠いし。眠いわ。割と時差が。時差が。今行ってきたニュージーランドに。割と1週間前くらい。割と。なんでそれ今聞いてないねんけど。割とたまに。たまに割と。たまわり？それは言ってくれなきついな。まあそれ前々から伝えてたから前伝え割とだからいいからそういう感じかな。そっか。普通になんかね結構現実味があってまだ続けたいんだけど話は。ね。まあちょっとそんな感じなんで。リオのすごい。まあもし俺らがまあ赤い糸で結ばれるとならば。結ばれるとするならばならばねならばまた会えると思うよ俺は。そうだね。まあ今神戸とさ、まあ群馬じゃん。ちょっと遠いじゃん。俺の地元入れてだからそれでもやっぱでもここまで続けられてきたのはやっぱ俺すずのおかげだと思うし、だやっぱね海外行って支える人がやっぱそばにいてくれないときついのよ俺。じゃあもう向こうで彼女作る気満々ない？満々ではない。満タンまではいかないけど、ただそれくらいはちょっとね、さすがに。やだ、なんでそんなひどいこと言うの？なんかそれなかったら今めちゃめちゃ良かったですね。まあ、そうだね。良くないな。海外行くからさ。マジで言ってるか。嘘とかじゃないよね。嘘だったらもう。ゼロだよね。ね。嘘やったら刺しちゃうよ。いや、刺される前に。いや、なんなんだ。足ずれてる。仲良くなっちゃった。はい、終了。でもね、俺普通に楽しいわこの会話。なんかね、ありそうっすよねこれ。なんか多分すずもこういう話をされたらショックか。でもまあショックだけど、まあしゃあないなって感じになるじゃん。だし結構リアルなんですよ。なんか思わんくてもすずは多分言っちゃう。じゃあでもなんかそっちの中で結論出ちゃってるんやったらしゃあない。だから多分ね、俺がこの海外っていうことを言ったとしても多分そっちにはそっちで、あ、他の女いるのかもなって気づくと思う。まあ意味は別としてもね。結構リアルだねこれ。なんかリアルだね。もうちょっとやりたかった俺は。うん。長いな。結構楽しかったんだけどね俺。今あそこまで良かったよね。どこが女性がその好きじゃないから別れるってストレスすぎるじゃん。で傷つけないのがまず目標なわけですから。まあ男子軍としてはね。だからまあ言い方だからもう別に海外じゃなくても次そういう感じでやってみればどうかな。アドバイスが入りました。俺を超えてる。今日話って何？大事な話がすげえ急いできたけど、なんかちょっとウキウキしてるけど、なんかそういうちょっと面白い感じではなくて、うん、やだ怖い。なんかさ、以前からちょっと仲いい友達いるじゃん俺。まあすずもいるじゃん、そうなんだけどさ、なんかすずのことめちゃめちゃ好きなの、それでなんかその申し訳なくなっちゃって、その友達と遊んでるのが。正直俺もなんかすずがなんか2人で遊んだりしてるじゃん、嫌だし、だからすずも俺のこと多分嫌だと思うから、だからそれを切る時間が欲しいなと思って、もしすずが友達と縁切れるよって、縁切れるとかじゃなくて、なんていうの、もうなんか2人で遊ぶような関係じゃなくなれるよって言うんだったら、俺もその時間が欲しいから一回なんか、まあ、言い方別れるって言い方になっちゃうけど、一回離れて、もっともっと2人の関係を良くしたいなって思うんだけど、どうかな。相手のことを遊びたいから一回すぐ離れるってこと？違う違う違うって違う、本当に違うよ。違うの？うん、そういうことじゃないの？そういうことじゃない。もうだから2人とかで遊ぶ関係をなんかその、なんて言えばいいんだろうな、向こうにもちゃんと伝えたいし、すずにも伝えてほしいから、やっぱお互いになんか必要かなと思って、もっと関係良くしたいなと。ちょっと時間が間に必要ってこと。なんて？間に時間が必要ってこと？もう最終的には一旦別れるってこと。一旦別れる。じゃあそこからまた戻るってこと？戻る。すずがちゃんと切れるのよ。じゃあ切るよ。本当に？うん。切るよ。じゃあ遊ばんかったらいいんでしょ？うん。遊ばないよじゃあ。男の子の気持ちを考えてほしいの。俺は。俺はすずの友達の気持ちも。それは言ったらいいじゃん。ごめんねって今付き合ってる人が嫌だって言ってるからしばらく2人で遊ぶのやめようねって言えばいいじゃん。しばらく。そうだからそうなっちゃうじゃん。だから一回ちょっとお互いさ、あれじゃない、なんか決めたらいいんじゃない？その相手の誕生日は祝うのいいよとか。でも2人は嫌じゃない？2人じゃなかったじゃん。じゃあ4人で仲良くしよう。ああ、友達も入れて。もう別れません。はい、完璧です。終了。難しいね。全然ダメ。違う。違う。いやこれ一回やってもらいたいねでも。女性陣に。むずいな。じゃあ2つ目のテーマは寒い冬の朝、彼女の素敵な起こし方というか起こされたいと思います。はい、起こされてきてください。Let go。おーい、おい、なあ、今日もですか？ねえ、ほんとに。ねえ、一緒に住んでるから毎日だよ。ねえ、ね、今日仕事ですよね。はい。昨日とは違うんですよ。うん。ねえ、うん、起きようよ。起きないです。起きないですか？うん。でも、今日さ、うん、暖房もちゃんと入れたんだよ。昨日起きなかったから。うん。どう？ありがとう。ほら。ありがとう。お腹出てるよ。ね、もうご飯も作ったから。あ、それは起きる。よし、行こう。朝ご飯は何ですか。何で起きたの、最後は。魚、焼き魚です。行こうか。行こうか。行こうか。めっちゃいい。やばい。これ俺やんなくていいんじゃないの。もしかしたら。え、マジでいい。いや、マジ100点でしょ。なんか本当2人暮らしてたかもしれない。いや、めっちゃキュンキュンした。敬語使ってるとこがまたキュンキュンする。いいわ、今の。いいな、なんか自分でやってていいなって思う。いいよね。こういう暮らしして。仕事の時間に起こされて。朝ご飯作られて。今日一番キュンキュンしたかもしれない。今日一番初めてキュンキュンしたかもしれない。マジか、俺これ以上出ないと思うわ。たけしさん、やるだけやってみっこ。今日は仕事です。今6時50分です。昨日約束したのは7時50分だ。7時です。はい。はい、今日は何の日でしょうか。今日は寒くてさ、年末の前に一番楽しい行事があるでしょ。うん。何でしょうか。あ、クリスマス。正解です。クリスマスプレゼント欲しい人。はい。じゃあもうちゃんと準備してもらわなきゃダメ。はい。ダメだな、起きてもらわないと。起きた？起きた？やっぱアラームが鳴る前に起きるとスッキリでしょ。体育会系やな。体育会系やな。いいよ。どういうえ、いいよ。ほんわかした。しかもさっと終わるっていうね。いい感じ。え、待って待って待って。ね、これ選べないね。どうしよう、選べない。一番乙女だよね、でもね。気持ちいいよね。どうされて、いや、どっちが良かった？キュッとしたのはゆう。ああ、そう。見てて。やべえ、マジで。やべえ、ゆうやだと思う、俺は。だけど、引き分けだから、別にビリビリはなしで、俺はもう負けを認める素直に。俺対抗しないもん。スラッとね。負けでしょ？スラッと終わろう。負け。だから、ビリビリ。面白いんだな、これが。竹内との違い。ケンタッキー1万円分でございます。可愛いって感想言って。多分合わないんだよね。ケンタ分だ。